恋人を思うあの時の感覚に似ている。ラーメン、小さくつぶやけばもういても立ってもいられなくなる。寿司や天ぷらにも同じようなところはあるけれど、どうにも偉そうで優しさが感じられない。それと比べるとラーメンは安っぽいし不愛想なのに、どこか放っておけなくなる。昼下がり、流行る気持ちを抑え、のれんをくぐれば、心地のいい緊張が走った。はい、おじ、課題が。なぜか黙々とラーメンをすするのは日本人なら誰もが知るマナーだ。そして客を黙らせることは作り手の狂気にも似た哲学だった。毎日食べても飽きないです。まあ、私自身はもう本当に毎日食べてやっぱり作る人がハッピーな気持ちだったらやっぱりハッピーな問題ができる。やっぱり自分を表現する一つの手段ですよね。やっぱり日々勉強してるんで、やっぱりその都度やっぱり味もどん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 進歩していかないと意味ないですから。アーティストみたいな気持ちでやってるんですけど、だからあんまりその飲食店っていう感じじゃないですよね。最終的なものはもう記憶から消えちゃうような、そのくらいのラーメンっていうんですかね。あまたの職人がしのぎを削る中、日本一と謳われた店が松戸というこれといって特徴のない町にあった。お揃いのユニフォーム、反り上げた坊主頭に理解に苦しむタオルを巻いて、いかつい男たちが出迎えたのは物腰の柔らかな男だった。富田治。酔っ払ってね。この日、富田の教えを受けた弟子たちは自分の店を閉めて親方の祝い事に駆けつけていた。富田が日本で最も権威のあるラーメンガイドから3年連続の王冠を手にしたからだ。はい、行きます。じゃあせーの、3連覇。ラーメンに注ぐ富田の愛情は正気の沙汰ではなかった。ありったけの材料を突っ込んだドロドロのスープ、
麺の美味しさをダイレクトに知ってほしくて、つけ麺スタイルにこだわった。これが800円ぐらいだから面白いんですよね、きっと。ね、3万円とか5万円になるとうまくて当たり前なんで、僕たちはその800円ぐらいでいかにお客様に夢を見せれるかってところなんですよ。この僕のつけ麺一杯でね、もうあなたのラーメンの人生観変えますよっていうぐらいの、はい、こっちだっていう。恋をする者たちはいつだってどこか滑稽で、呆れるくらいに切なかった。同じ時間、同じ道を通って富田は店に出る。ぴったり朝10時。そういう性格なのだ。厨房に立つことのできない日は店を開けない。そう決めている。今日も始まりますよ。どうですかね。今日いいラーメン作れますかね。はい。そうですね。いいラーメンできるといいですけどね。釜前に立つと出汁の具合を確かめる。出汁とは食材を煮込んだスープ、いわゆるブイヨンだ。富田は寝かす時間を変えた4つの出汁を少しずつ足しながら1つにまとめ、その日に使う出汁を取る。毎日仕上がりのスープの濃度っていうんですけれど、スープのこってり感の具合が違うんですよね。ちょっとサラッとした日もあるし、すごく濃くドロッと仕上がる日もありますし、それを、はい、バランスを取って違くならないようにブレンドして、はい。これ取ったらしか分かんないでしょ。はい、そうなんですよね。だからこれは自分でやるっていうか、はい、朝来てまずね、お客様が食べるスープの調整から入るっていう。お見てるんですか。はい、スープの色と、あとはこれで混ぜるじゃないですか。そうした時のもうこれだけですね。大丈夫か。はい、こちらも濃いです。とろーっと仕方が少し違うんです。富田はこの作業を決して人に触らせはしない。多分弟子が手を出そうものなら激怒するだろう。僕仕事中に鍋とすごいにらめっこしてる時間あるんですよね。
シャーってスープ沸いてるのに注がないでじーっと見てる時間あって、でもそれってスープもまだ今じゃないよ、僕もそうだよね、まだ今じゃないねっていう一番いい状態を見てるんですよ、沸き加減で。ちょうど沸いてふわってなる瞬間があって、そこを見てスープをこうすくうようにしていて、この見た目にも良いとは言えない泥のような出汁が富田の名を全国に広めたと言ってよかった。仕込みの現場を見たいとお願いしたところ、あっさりと二つ返事で OK が出た。これもう沸くんで、もうちょもうすぐ入れます、はい、お願いします。日本では有名な店であればあるほど裏の仕事を隠すことが多いのに、富田にはまるでそれがない。寸胴を覗けば、子供の頃に絵本で見た魔女のスープそのものだった。これ豚の頭です。はい、ポークヘッドです。はい。やっぱ頭ってのはいい出汁出るんですか？出ます。でも入れすぎるとちょっと匂いが出るので、ちょっとワイルドな匂いがするんで少し。はい。そこを抑えて。はい。でも少しやっぱり入れてあげるとすごくいいアクセントになる材料なので、やっぱ何事その使い方次第だっていうか。はい。いやもう出汁をダイレクトに味わえるっていうスープを目指してるんで、スープの厚みが普通の一般のラーメン屋さんとは全然違うと思うので、だから混ぜられればもっと入れたいぐらいです。よく企業秘密とかやるじゃないですか、うん、見せれないだけなんですよ。大して材料が入ってなかったり、大したことやってなかったり、ああなんだそんなことなのかっていうようなことやってるから見せれないんですよ。で僕の場合はもう全部やっぱこれだけ材料も入ってますし、もう隠すものなんか何もないです。入れる材料はまだある。魚の種類が違うんです。富田が日本中を歩いて探した煮干しはそれぞれ強烈な個性があるという。これが熊本産の平子です。はい、マイワシ平子ですね、はい、これが九十九里産のカタクチイワシで、これが瀬戸内産のイイコです。これが一番上品な出汁が出ます。香りはすごいいいんですよ。なのでちょっとワンフックに上品な香りがふわっとちょっと。こっちはちょっと青臭さもあって、魚独特の匂いがすごい強いする、だから雑味も多いんですよね。富田のスープって濃厚なスープなので、でそのスープに合わせるにはこちらの雑味があるものじゃないと負けてしまうんですよね。まだある。こちらサバですね。
ちょっと粗い魚粉みたいなやつにして入れるんです。これの方が出汁がぐわっと出るんで、上品なスープに入れたら雑味が出て壊してしまう恐れもあるぐらい魚の味が強いんです。富田はお高く止まった上品さを求めようとはしない。少しやっぱ雑味があった方がいいんですよね。上品すぎちゃうと弱いんで、やっぱり。あの雑味とかああいうのがまたこう腹減った時に食いたくなるっていう。呆れたことにこれを27時間煮込んでいく。もはや何でもありありの超濃厚豚骨鶏ガラ魚介系ミックススープの出来上がり。麺に対する愛情の注ぎ方もまた尋常ではなかった。使う小麦も富田が日本中の何百という中から選んだ4種類。小麦の配合は季節ごとに微妙に変える。毎日全く同じものを作ることはできないらしい。こうじゃなきゃダメなんですよ。ほんとだ。これがすごい。おお。切れないじゃないですか。これ腰になるんですよ。やっぱりラーメンの中でも麺はご飯だと思ってるんで、はい、ご飯がうまければおしんこだけでもいけるじゃないですか。でいくらおかずがうまくてもご飯がなんか硬くてポソポソしてたりするとなんか僕はすごい嫌なので。あります。茹で上げのタイミングは5秒10秒が命取り。ということはラーメンの職人なら常識だった。間髪を入れずに一度洗い流し表面のぬめりを取る。続けざまに氷水でギュッと締める。この方法は無類の麺好きの日本人が昔からうどんやそばを仕上げるのと同じだ。
たねーす。あれだけスープにこだわりながら、富田はラーメンの主役はあくまで麺と言ってはばからなかった。豪快にすすっていただきたいですね。はい、つけ麺にしてもラーメンにしても、あのすすり心地っていうところにやっぱ重点も置いてるので。すすり心地、はい、なのであえて短めの麺じゃなくて、うちの麺は長めなんですよ。少しすすって短い麺だとそれで終わっちゃうわけですよ。うちの場合ずー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 っていうこのすすってる感じが味わってほしくて、太麺だし滑らかだし豪快にすすっていただきたいなっていう。まあもう口の中でスパークしますよね。はい、パッっていう。ご案内ですよ。午前11時、開店と同時に待ちわびた客でわずか10席しかないカウンターの店はすぐに埋まった。うまいものは人を黙らせる。客は愚動者よろしく、ただひたすらに丼と対峙していった。おお、よっしゃ、よっしゃ。富田の麺は違うなっていうのが、麺も違いますね。あとこの低温ポークチャーシューですか、うん、あれとかもすごく好きで、はい、なんでしょう、このために来た一杯って言いますかね。なんかそのなんかその富田食べるために一日を使ってもいいぐらいかなって。すいません、なんか何番目とか言われちゃえば一番になっちゃうかなって。ちょっとびっくりしたというか、うん、結局なんだろうな、まあもう、うん、これ以上うまくしなくていいんじゃないかなっていう。Oh, excellent. It was so delicious and so much food. Oh, so good. ちなみにどちらから来られたの？ Canada. Canada 人。 Yeah, I'm very excited to go to Tomita. Everybody tells me Tomita is the best tsukemen. So it was amazing. Really delicious. まあ、約400回ぐらいですかね、プレイを食べに行ってます、はい、400回食べても飽きないもんですか？飽きないですね、はいはい、やっぱり、まあ、スープもうまいし、あと麺もやっぱりちょこちょこ粉の配を変えたりしてるんで、麺がすごく美味しくて、はい、自分も別に朝昼晩ラーメンでも全然 OK なんで大丈夫です、はい。バカじゃないとバカを魅了できないと思ってるんですよね。はい、ラーメンほど熱狂的な信者のいる食べ物はないと思ってるんで、はい、そのラーメンバカな人たちを魅了するのは絶対に作り手もそれ以上のラーメンバカじゃなきゃいけないと思ってるんで、はい。かつては茨城の突っ張り坊やだった。勉強ができるわけもなく、かといってスポーツが得意なわけでもなかった。高校を出てから父親の土建業を手伝ってはいたものの、この仕事には夢がないと
大口ばかり叩いていた。やさぐれていたある日、富田はその名も知られた大正軒に食べに行く。たかがラーメンとたかをくくっていた。だが神様山岸和夫のつけ麺が富田を打ちのめした。単純な富田の行動は早かった。すぐに大正軒グループの門を叩き、神様山岸の孫弟子にしてもらった。修行時代の油にまみれたノートが残っている。先輩の仕事を頭に叩き込み、客の残したスープをなめて味を確かめた。富田が一国一城の主となったのは10年前。神様が応援に駆けつけてくれていた。富田の店は瞬く間に評判を取り、気がつけば日本一行列のできる店と呼ばれていた。評論家からの絶賛、数えきれない受賞歴、ラーメンの世界には今なおジャパニーズドリームが残されていた。平日の朝、あまりに早い気もするけれど、これがいつもと変わらぬ風景。お待たせしました。着お願いします。どうぞ。好みの食券を買うと、食べることのできるおおよその時間が知らされる。ではですね、10時40分ご案内ですね。10分前ですね、はい、10時半まで店舗脇にお戻りください、はい、よろしくお願いします。自分出たのが4時50分なんで朝の4時50分。あ、じゃあ4時半ですね。で、あ、4時50分の始発の電車に乗って、ありがとうございます。いやいや、何時から来てんのかなと思って。うん、今日だから4時15分起きっす。やっぱり大阪から来たんやったら、これ食べとけいうことで、昨日夜の12時まで飲んでたのに、6時半に起きて、ここまで来ました。やっぱり日本一がどの程度のものか、食べとかなあかんと思って。食券を買ってもらい、時間を告げるシステムは富田が考えた。かつてのように店の前でずっと並ばせるよりも客の負担が減ると思ってのことだ。これでも1年前より行列は4分の1になった。お邪魔します。選べからね。はい。
炎で炙り香りを立たせたチャーシューは低温でゆっくり焼き上げた赤身の残るロースト。どうですか今日の。いや、いいですよ。やっぱ赤身までしっとりしてるんで。はい。もう一つ定番の煮豚には口の中でほぐれるように切り身を入れて客に出す直前にまた温め直す。大丈夫です。少しぐらい温めた方がいいですよ。こっちで絶対冷めるんですけど、最初が熱いのと冷たいのと違う。さあ、食ってみろ。これが富田自慢のチャーシュー麺。メンマを自分で仕込む店は少ない。メンマがまずい店はそもそもラーメンもまずいというのが持論。もう料理ちょっと小ぶりになってきたのかな、またちょっと、うん、味付け卵一つにも満足がいくまで試行錯誤を繰り返した。うまそう。やっぱこのトロッと感がいいじゃないですか。この味玉で100円いただくので、もうここでも100円でしっかりと夢を見せれるっていうか、味玉ってこうだよねっていう、美味しいでしょっていう見るからに美味しいじゃないですか。だってもう、なので5時ぐらいのご案内になりますが、時間大丈夫ですか。たくさんの方がお待ちです。120名様ぐらいお待ちです。で、何時？これちょっと頭押さえて。よく中身見ながらやって。チャーシュー乗せること考えて持ってみ、ちょっと何も考えてないで持ってっからこんなのずれてんだよ、シーンが。何やってたんだよ、これ。ローストなしがノーマル。お箸飛んでるよ。ラップ落ちてるから拾っといてね。すいません、暑い中、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ごめんなさい。すいません。ありがとうございます。吉田君、自分は細くてそこ通れるけど、大きい人通れないよ、きっと。ちょっとだけすいません。ごめんなさい。後ろ通るよ。人の気配まで感じた方がいいよ。一回外出て、一回外行って、うん、ちょっと外行ってた方がいい。気配りのないミスを富田は我慢ならなかった。その度に弟子は店の外へ追い出される。
せめて90点から100点の間では出したいですよね。まあ麺で言ったら、まあ、10秒ぐらいの誤差なんですよ。でもそこを自分でその10秒の違いをシビアに見てなかったら、やっぱり味の落としどころが分からなくなるんですよね。どの硬さの麺がよくって、この麺はこの茹で加減がちょうどいいっていうのが分からなくなるんですよ。って信じたいですけどね。でも結局本当にずっと自分自身と戦ってるんで、ここでやりつつありがとうございましたっていう、いらっしゃいませんっていうやりながらなので、変に聞いたことと違うの返ってくるとか、何言ってんだよみたいなことになるんで。最後の客がはけたらすぐに、もう明日の出汁が気になっている。昼飯も食ってない。はい、昼飯もちゃんと食べてない。はい、だからトイレすら行ってないですよ。はい、一回も出てないですもん。っていうなんか体になっちゃったんですよね。だからうちのスタッフみんなっすよ。本当はあんま体に良くないんでしょうけど、あ、なに集中してないのみたいになっちゃうんで。この日初めての食事。店には妙な決まり事があった。うん。閉店後、必ず一杯のつけ麺を弟子たちと回し食べるのだ。お、何、美味しそうなの。吉田君が見とれてて、早く食べたいなって吉田君。え？でも太さが。前より一回り太くしたんですけど、だからもう余計このジャラララララっていうブラブラブラって口で暴れるんですよね。はい。ジュル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 って吉田君、あんた。富田はラーメンの作り方を弟子たちに一切教えない。今日一日だけの味を盗めばいい。そう思っている。主が帰った後がまた大変だった。汚い店からはうまいものは生まれない。それが富田の口癖。支店行ってもこんなに綺麗なとこないですよ。でも朝ほんと細かい。自分ポーズしたら全くこんなんだよ。ちょっとした言葉のニュアンスとかでやっぱっと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 なんか言われてたよね今日。そうなんだけど、まあまさに自分の言葉一つ一つ聞いてるんで、あんまり自分は大きい声で喋らないようにはしてるんですけど、最近今日たまたま聞かれてしまったんですけど、1名様だと12時10分ぐらいですね。取れました、たまたま聞いてて。1名様ですとだろう。
そういうこと、訂正とかよくします。聞いてんすよ、全部。全部聞いてるんで。耳でも仕事して、目でも鼻でも、ね、もうちょっと変な匂いしてると、すごいですね。もうすべてにおいて神経使います、ね。緩んだら見せします、ね。そこ真っ先に使います、ね。ちょっとぼーっとしたりとか、違うことに聞いたりしたら。もう休みの日なんかあれっすよ。大体夕方ぐらいだと憂鬱になります、ね。明日また始まる。悪いことばっかりしか言ってないです。どうしようね。明るいの撮ってないんじゃないですか。毎日話は半分撮ってないです。でもマストもそうかもしれないです。楽しみで来てないですけど。マストはまず自分との戦いですから。もう毎日挑みに来てるというか、一番こそ自分に勝ちたいなと思って。朝7時にシャッターを開けて閉めたのは夜11時を回っていた。名店と呼ばれるラーメン屋には一つだけ共通点がある。店がやたらと狭いこと。ここ築地に日本で一番ラーメンをさばく店がある。18ぐらいから来てる。ああそうなんですね。3畳ほどの厨房に立ち続けて半世紀。江戸っ子の気風の良い大雑把な仕事ぶりがかえって食欲をそそる。昔ながらの醤油味、日本人なら誰もがまず思い浮かべるラーメンの姿がここにある。何倍ぐらいさばいたんですか。いやどこ、それは1600ぐらいあるよ。今平均、昔よりは平均値売れるから、一日今700食っちゃうから、土曜日で1000ちょっと、だから一日100キロ使う。ご主人、とってはラーメンってどういうものなんですか。いや生活のためですよ。飲みってですよ。だからラーメンなんてのはさ、どこがどう、お宅はどうのって言ってもさ、そんならお客さんには違うから、医者と同じですよ。自分が会えばいいし、会わなきゃやぶ医者になってるのと、みんなバキバキ言うと、なんで俺には会わないなんて、それは好きで。だからどこがどうのって言うと、そんなことはどうでもいいんだよ。東京で今最も評判のいい塩ラーメンの専門店。シンプル極まりない塩味がラーメン通を
うならせていた。これはもうこれだけ、水と鯛だけでスープを取ります。これ表面についてる、まあ、小さい汚れとか、まあ、こう血とかを流さないとそれが雑味につながってしまうの でそれはもうきれいにしたいな。富田の真逆を行く主もまたこだわりだらけの男だった。大体ラーメンは大きく分けると足し算と引き算に分かれて、普通の豚骨ラーメンだったり醤油ラーメンとかは食材の味を重ねていって、まあ、バランスをとっていくんですけど、これはもう中骨の出汁をメインにして他のものをどんどん引いていくっていう引き算のラーメンなので、これだけで勝負してます。はい、お待たせしました。塩なのに甘みさえ感じる一杯は作り手の県産の賜物。僕ラーメンって結構芸術と結構近いものがあるなと思ってて、もう本当に人それぞれの味が出るし、形も決まってないし、表現方法たくさんあるし、奥が深くて正解がなくて、だからずっと突き詰め続けなきゃいけなくて、だから人生をかけられるんだなっていうのがラーメンだと思ってます。ラーメン評論家から絶賛される味噌ラーメンの店はおかみさんが切り盛りしている。いらっしゃいませ。こんにちは。今の味に落ち着くまで10年もかかった。信州味噌が赤白4種類と、それから長崎の麦味噌で5種類です。昔の方はね、お味噌が体にいいことをしていて、味噌は一緒いらずって言ってたそうです。5種類をブレンドした味噌に酒粕を加えるのが彼女のオリジナル。合わせる出汁は豚骨。はい、すみません。はい。どこかほっとするおかみの味噌ラーメンはおふくろの味だった。まあやっぱりその味噌汁の延長で作ってるのがありますね。やっぱ自分じゃよそみたいに濃いめの油の濃いのは食べれないので、やっぱり毎日食べれるようなものを作ってます。日本で再びブームとなっている煮干しラーメンを出す店がある。客の注文を受けてから自家製麺を竹で踏んでコシを出し、さらに手もみして縮れさせるのはスープの辛みを良くするため。主はなんだか神がかっていた。目開けてこうやって握るよりは目をつぶって仕上げた方がなぜか美味しいんです。なぜかは分かんないですけど。もちろんスープも考えに考え抜かれている。だから今鍋を3つ使うんですよ。1杯作る1杯の丼の入れる順番によって実は化学反応をこうさせてる。一杯ずつ入れることによってそれが合わさることによって旨味が増すの。お待たせしました。いきます。
北国で育った主が幼い頃食べていたという思い出、香り立つ煮干しとあえて残したえぐみ、哀愁の中にラーメンはある。まあ、ラーメンは、まあ、特に個性が出ますけど、やっぱ日本の文化というか、イタリアンとかカフェですごい差をつけるってなかなか難しいと思うんですけど、でもラーメンはものすごい差はできる、まあ、自分の信念を表現できる場所って言ったらいいか。そこにあるだけで奇跡のようなラーメン屋があった。食べたい人だけが来ればいいと店を開けるのは昼飯時を過ぎた午後3時。心ついた時から店を手伝い、今年で60年の月日が流れた。創業当時そのままに土釜で湯を沸かす、これはもうある意味文化遺産と言っていい。お店は64年でしょ。で、親父が死んでから40年僕はやってる。僕お客さんには28って言ってるけど、実際は74。柳のようにしなやかに、主の言葉にしばらく時は止まる。福寿の親父は名人だと、そう話すラーメン屋の店主は多い。知るはずもないのに、どこか懐かしさすら覚えるラーメン。名人は今のラーメンブームをどう見ているのだろうか。やっぱりあれ、時代のニーズに沿って作られたものだと思うから、あれはあれでいいんじゃないですか。ちょっと料理っぽくて、なんかミシュランなんていうのもあるし、うちのはだけど働くために空腹を満たして働くためにある食べ物っていうのが原点ですから、終戦後間もなく日本が復興に向かって活動してる時にできたのがこの対照的なラーメンで、それを食べて仕事に行く、食べて仕事に行くっていう、そういうものだったから、その頃はなんかあれが食べたいとかこれが食べたいとか美味しいもの食べたいとかそういう状況じゃない。その中でもってラーメンっていうのはもうすぐパンチのあるものだから、だからみんな短い、働いてて忙しいのに短い時間にパッと食べてパッといける、その時食べたっていうか実感があるのがラーメン。生きるために、仕事をするために食べなくちゃならなかったもんだから、それがうちらのラーメンの原点。
もう何千倍自分で作ったラーメンを食べただろう。丼の底には昔かたぎの職人の志が刻まれていた。米と魚を主食とする小さな島国は160年ばかり前開国した。それと同時に欧米人の使用人だった中国人がへんてこりんな食べ物を持ち込んだ。それが塩味だけの獣臭いラーメンの原型だった。1910年日本のラーメンの誕生の年、来来軒という店がへんてこりんな丼に醤油を加え臭みを消して日本人好みの味に変えた。以来ラーメンはその呼び名を変え日本中に広まってゆく。戦争に敗れ誰もが腹をすかしていた。獣臭いあの味を飢えた体が求めていた。戦後間もなくラーメンに小さな変化が起こる。九州は福岡のあるラーメン屋の親父が仕込みをしながら寝過ごした。煮込みすぎの白濁したスープ、それが博多豚骨ラーメンの始まり。そしてあっという間に九州全土に広まった。同じ頃北の大地札幌には味の三平といううまい醤油ラーメンを出す店があった。ある日のこと、酔った客の一人が味噌汁に麺を入れてくれと注文した。それが味噌ラーメンの始まり。1958年画期的な発明品インスタントラーメンが登場。世界から見れば日本の食卓だけの小さな事件に過ぎなかったけれど、貧しいながらも幸せいっぱい、ラーメンは少し悲しい国民食だった。食えればいいという時代から味へのこだわりへと日本人の意識は変わっていく。つけ麺を世に送り出した大勝軒、そのうまさに人々は主を神様と呼んだ。その後時代を築いてきた店主たちはカリスマと呼ばれ、伝説として語り継がれる。ラーメンの誕生からわずか100年余り、今やラーメンは百花繚乱、ラーメン列島日本。その競争曲が鳴り止む気配はまだない。日本では一月に一度はさまざまな場所でラーメンのお祭りが開かれる。全国各地の有名店が一堂に集まる東京ラーメンショーは中でも最大のものだ。その名もとどろく富田のブース前には
一番の行列ができていた。祭りとなると1日500杯はさばかなくてはならないが、相変わらず一杯のラーメン作りに神経質な富田がいた。もうちょっと早くもいいか。準備早います。富田が言うように、バカはバカでないとバカを魅了できないのかもしれない。お祭りとはいえ、人々は騒ぐわけでもなく、ただ食べるだけ。なのに、子供からお年寄りまで一心にラーメンをすすっている。冷静に考えると、やっぱり不思議な食べ物だ。毎週水曜日が富田の店の定休日。桜の木の下で富田と待ち合わせをした。うわ、でも綺麗だね、これ。いいですね。そして少々たじろいだ。なんとも形容しがたいセンスだった。スカちゃんはあのビトンさんのものですね。はい。日本に多分このサイズ2着とかそんなもしかないです。ネックレスはエルメスのやつ。ベルトとブレスレットがウルフズヘッドっていうとか。時計はあの普通にパネライ。はい。これテンダーロイン。ライオンはビルウォールレザーっていうところの。富田は休日には決まってラーメン屋を食べ歩く。最低でも 2,3 軒ははしごするという。並んだのは超がつくほどの人気店、麺屋一刀。その名が知られるようになる前、富田がラーメン作りのアドバイスをしたこともあるらしい。調整代表。あ、左側。向かって左側の。あ、お願いいたします。いらっしゃいませ。富田を前にして、おそらく作り手も緊張するに違いなかった。はい、正面お待たせいたしました。濃厚魚介だ。ごめんなさい、すいません。じゃあ青いネギの手前にホタテのペーストが入って、これ、ね、スープに混ぜながら。はい、お願いします。いらっしゃいませ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 。美味しいですね。美味しいです。
多分食べることは東京一です。なので うちの味は結構やっちゃってるから多分誰食べても食べやすいです。うちぐらいになってくると好き嫌い出てくるから少し。続いて2軒目、富田が一番のお気に入りの店は匿名だが、ラーメン通なら見ただけですぐに分かるはずだ。豚骨の出汁がどうとか、なんか旨味がどうとかっていう次元を超えた、もうなんか本能的なうまさっていうか、もうそのうんちくなしにあっていうこの癖になる感じがあるんで、ね、もうお腹減ってくると無性に食べたくなるんですよね。はい、あれは悪いラーメンですよ。美味しいですよ、ね、体になんか悪そうなんですけど、やっぱ体に悪そうなぐらいがやっぱ美味しくって、体にいいものって基本的にあんまり味がそんなに美味しくなかったりするじゃないですか。もう典型ですよ。またある日の定休日。富田の私生活を覗かせてもらった。後ろにある方めっちゃだけ見せてもらっていいですか。こうやってこうね。今回のラーメンどういう風にしようかなって言って、なんか何かを真似するってわけじゃないんですけど、あ、こういうやり方もあんのかっていう。みんないろんなことやるんで。あと僕歴史が結構好きで、はあ、戦国時代とかも好きで、もうこっちは生き様の話なんで、うんうんうん、どういう風にしたら裏切られて、なるほど、どういう風にしたら下に慕われるっていう、うん、あの嘘っぽじゃないんで、あったのが伝わってる話なんで。厳しい、うん、と思いますよ。自分に対しても他人に対しても、うん、厳しい人だなとは思ってます。なので、うん、やっぱりもうちょっとなんていうのかな、そんなに考えなくてもって部分あるじゃないですか、人間誰でも。そういう、うん、風にすればいいのになと思ったりはあるので、大変だなっていつも思います。何でも聞くんで、誰に対しても教えてもらおうっていう気持ちが結構あるので、うん、ラーメンのことだけですけどねそう、ラーメンのことだけ初めは冗談かと思ったけれど、家族が向かったのはラーメン屋だった。富田は酒もタバコもやらない、分かりやすい男なのだ。
離してこう、俺は気合う。引かず食べるんだよ。車で引っ張ってくる。英才教育。生まれた時から僕ラーメン屋なんで、ずーっとラーメン屋を食ってる。昼間渡るね。この親にしてこの子あり。男同士、もう言葉はいらなかった。お父さんのラーメンってピヨピヨピヨどうなの？なんか、あの、多分スープだと思う。だってこの前のつけ麺の時もなんかどの麺にスープつけても美味しかったから、多分スープが一番だった。ラーメンになりたいとか思ったことあるの？やる、もうやる。っていうかもう潰しちゃったらもったいない。あそこまで作り上げた。ラーメンはやるんだ。いやもうパパがやるなって言えばやらないし、自由にしろって言われたらやる。やっぱ味にはうるさいの？味っていうか、あ、僕普通したバカなんで そんなにうるさくは言わないです。もう僕本当にしたバカなんで、もうこの前すげえしょっぱい肉食っても別に、ん？別にって感じなんで、もうでもラーメン屋になるんだったら修行しないとね。このバカな視点をなんとか改正していかないといけない。富田が店を開いて10年が経とうとしていた。おお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 お、10周年イベントのために富田が声をかけた2人の店主。日本のラーメン界を知る者ならこの顔ぶれを見ればびっくりするだろう。神奈川ナンバーワンと呼び声の高い飯田翔太はラーメンの申し子と言われている。かつてラーメンの鬼と呼ばれた佐野稔の薫陶を受けたため、麺を打たせれば右に出る者はいない。あのミシュランガイドで世界で初めて星を取った男、大西勇気。評価の高いスープは自由奔放で誰にも真似ができない。トリュフを使った香り高いラーメンはその発想だけでなくその美味しさに世間をあっと言わせた。何がいいんだろうな、うん、でもさ結構そこはあれおさむちゃんがあのなんだろうなどういう思いっていうものを、うんうんだそこなんですよね。そこを我々がこう、そう押し上げる。そこさえ飛んできちゃえば、うん、あとはもうシェフも言うことです。うん、もうシェフちょっと名前言います。ふざけんなよ。でもやるからには我々のエッセンスも残したいです。そうだね。うん、どんな思いになってほしいの、お客さんに。まあでもシンプルにラーメンってやっぱりいいなっていう、でもこの3人でそのシンプルな一杯をもう一回構築してこう作り上げることってすごい意味あると思うんだよね。うん、さ僕の中でやっぱそのちっちゃい子供がやっぱりこの、うん将来何々で警察官とかなんかいろいろあるじゃないですか、うん、ラーメン屋になりたいってなってほしいんですよ、うん、だそういうものをなんか残したいですよね、うんうん、そうだね、うん、うちの10周年なんかもうどうでもいいと思ってるんですよ。いやいやいや、うん、いやそれよりもやっぱ本当に業界的にというか、うん、まだラーメンこれだけ力あるぜっていうか、うん、うん
イベントの1ヶ月前、癖のある3人が食材を持ち寄り試作が始まった。これがあの言ってたあんパオスだ。うん、あれ金華豚のひき肉は今回お金には糸目はつけないらしい。思いっきり贅沢な食材を好きなだけ使う。あ、すげえ、やっぱ全然違うんだな。すごいでしょ、金華豚。うん、うん、もう色もさ、もう見た感じでもう味が強いっていうのがちょっとやっぱ男の匂いがするんだよ。それがまたいいんだよ。あれ、ボールかなんかいる？ボール欲しいっす。東京車も肉の色がさ違いますよね。うん、違うね。やっぱ、高知も香りいいな。匂いが違う？うん、もうすごいよな。いいね。うん、油がもうね、すごいっすね。だからここすら美味しいんじゃないかな。うん、ちょっとあんま取りたくないね。もうそこでいいやん。うん、うん、うん、この周りに入れた方がいい。少しクラクラするような食材を前にして男たちははしゃいでいた。なんかもうね、アスリートじゃん。そうね、色がさ、足速いです。足速いです。やばいし。え？香りやばいし。いいよね。やっぱ本当に。豚が入る。やっぱ本当豚も入ってるから。うん。それぞれに達人と呼ばれる者たちの思いは、時に。それぞれが違う。これ取るよ、取るよ、取ない。取ない、取ないでしょ。ちょっと沸かして、ちょっと揺らして、なじませれば大丈夫。こちら。はい。そこら辺のうまみも全部持ってくよ。持ってった方がいいと思いますけどね。そっか、でも目指すところはそういううまみもあってもいいのか。これは高いですよ。あ、やっぱ全然違うね、匂いがね。うん、いいじゃない。すごいな。何の出汁汁それ？アサリとかホタテとか。ああ、ホタテは入る。ホタテは入ってる。うおお。ラーメンの出汁やタレにも三人の個性を持ち寄った。生で、そう、こっちが火でした、こっち。2年だね。強いんだね。大豆の方が。味を決めるタレのブレンドには幾度となくこだわった。そして出汁。めちゃめちゃ多いよ。まあ、これ流しか。おっと。どう考えてもうまい。
はずだった。ただ何かが違う。美味しすぎるのだ。10周年イベントの前夜、まだスープの味が決まっていなかった。そうね、最初にあれからすけどって、すごっ。もうあの油も全部一緒にきれいに混ぜた。この時になって富田が持ち込んだのは金華豚を極限まで煮詰めたスープだった。これを出汁に加える。いい感じじゃないですか。それが富田の結論だった。豚骨でもないし、旨味の塊みたいなスープでした。同じ頃、富田の店の前では翌日朝から配る整理券をもらうのにすでに行列ができていた。限定200名様限り。40分着く予定だったんですよ。でもなんか電車遅れたんですよ。10分ぐらい、5分ぐらい。いや、なんとか行けないですかね。じゃあここまで、はい、ここまでだめ。やったー、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。電車遅れたっすよね。奇跡だよ。ありがとうございます。奇跡だよ。この日
これといって特徴のない町の小さな店の厨房に日本のラーメン界のカリスマが3人並んでいた。いやでも本当に今回ありがとうございます。ちょっとちょっと自分の10周年に本当に飯田君と西君と来てすごく嬉しいです。今日は一日よろしくお願いします。お願いします。お願いします。行きましょう。お待たせしました。お待たせしました。お待たせです。お待たせ。お待たせ。豪華ですね。お待たせです。お待たせ。いいのか。いい。はいよ。お願いします。ありえない組み合わせの職人が作る一度きりのラーメン。味はと問われればあえて言えば泣ける味とでも言うのだろうか。ものすごい人間味も含んでいて、その見せ方とかその店主のこだわりとかっていうのがもうその一杯に集約されてるんで、コースみたいに前菜が出てメインがあってどうとかってないじゃないですか。もうその一杯に集約されるからもう完結なんですよね。お店を出して10年目に入ってきてて、最初の年なんかよりもう2倍もにも3倍にももっともっとラーメンが好きになってて、加速してきてる感じなんですよね。さらによし、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 よあの毎日同じことやるってさ意外と大変なんだよ。また理解しがたい鉢巻きをした男たちが富田の元へと集まっていた。去年、そうですね、はい、こんな感じで去年はもっと弾けてますね。そうなんで、去年意外と今年もまた富田は日本一の称号を得た。真面目で素直で恋焦がれる者たちの眼差しはやっぱりどこか笑える。
また食べたくなった。どうしても今お前に会いたい。